はいでは早速ですが始めていきたいと思います。今日はスタートアップの仮説思考シリーズの中でビジネスの仮説検証と実験の考え方というふうなスライドを紹介したいと思います。ビジネスにおける仮説検証力、仮説検証というところが、まあ、そもそも何なのかというところをお話しすると、まあ、基本的にはその仮説を中心にした学び とあとアンラーニングといいますかです、ね、自分の仮説に関する思い込みを捨てるというふうなところっていうのをやると。それをどうやってやるかっていうと、最適なスコープ設計をすることと、あとはそれを実行速度を速くすることで、早く行うっていうのが必要なところなのかなというふうに思っています。で、前、ま、提、あの中で3つ目ぐらいに位置しまして、まあ、仮説生成、仮説選択、仮説検証の今回は仮説検証です。 全体像に関しては仮説思考入門というふうなスライドが別途ありますので、そちらをご覧いただければというふうに思います。えっと、では、なぜ仮説検証が重要かというところなんですけれども、えっと、まあ、先ほど申し上げたとおり、目的は基本的には学びです。学びが得,れる得られるから仮説検証をするというふうな流れになります。で学びとして得られるものとしては、こういうものがあります。えっと、おそらく仮説の角度ですね。仮説がどれぐらい正しいか。まあ、本来であれば01で、 分かるといいんですけれどもなかなかビジネスの仮説はそういうふうにはならないと思うので仮説の角度、確かなしさというところが分かりますというのと検証プロセスを通して新しい情報を手に入れることができるのでそれを使った学びというのもできますというこの2つかなと思っています。でその学びというところですね仮説検証で得た学びはあの角度とか新たな情報というのは意思、まあ、決定のために使われるというふうに記憶しておくといいのかなと思っています。 学びそのものが目的ではあるんですけれども、その学びがどう使われるかっていうと、まあ、意思決定です。えー、意思決定して、例えば、まあ、その仮説を実行に移すとか、あるいは次の仮説検証、えー、次に重要な仮説を検証するとか、まあ、次のステップに移る、もしくは非常にこう仮説が角度が低かったりしたら、一、まあ、回修正して企画するみたいな、企、ま、画、あ、して修正するみたいな、そういうことも大事なのかなというふうに思います。 そのために角度っていうところですが、角度に関しましては別途スライドでえっと共有してあの仮説思考の全体像のところで話してますが、まあ、0から100%まである中で、まあ、グラデーションがあって、まあ、それぞれ例えばあの欲しいと言ってくれた人がいるっていうと、まあ、その課題仮説とかだとすると5、5%ぐらいは確からしいかなとか。 まあ、覚書きで約束してくれたぐらいだったら40%ぐらいかなと、お金払ってくれたら60%ぐらいかなみたいな、だからそういうその課題仮説1個を取ってみても、だから確かなしさっていうのは、まあ、いろんな顧客の反応によって違ってくるといいますか、あの大きく違うことがあるというところがあるのかなと思っています。だからそういう自分の仮説がどれぐらい正しいかっていうのを確かめるのが仮説検証の一つの目的かなと。もう1個、学びの中もの、学びという目的の中には新たな情報というところがあります。 いろんなです、ね、実験をしてみたりデータを取ってみたりとかある,、まあ、あるいは基本的には顧客を通した実験ですけれども実験を通してデータとかその内容を分析してみると新しい情報が生まれることがあります。こういうです、ね、新しい情報を使って例えば仮説の洗練をしていくみたいなところも一つのやり方かなというふうに思います。 こういう学びを得ていくというところと、その学びを得るために何が必要かっていうと、まあ、基本的には自分の仮説では説明できない、まあ、変則的な情報に焦点を当てるといいのかなというふうに思います。その仮説になんか元、仮説が間違っているかもしれない、そういう情報をあのどう扱うかって非常に大事で、まあ、情報を拒否することは多いと、まあ、それって間違ってるよねとか、えー、この情報を無視しようとか、そういうことがあったりする。 ことがあるかもしれませんが、そうじゃなくって、例えば、まこの顧客ターゲットではなかったとか、あるいはあの別の仮説の方がいいんじゃないかみたいな、そういうですね新しい情報を持って仮説を修正していくという態度は必要かなというふうに思います。で、こうしたまあいろんな情報を使って学びを得て、そしてその学びが,がって学びが意思決定に繋がっていくんですが、その一方で修正するというところにも繋がってきますが、ま自分自身の思い込みっていうところをあれあの 明らかにしてくれるおこなりでもある,のかなあるのかなと思っていまして、まあ、仮説の角度とか、新たな情報を使って、自分の間違い、思い込みというところ、仮説の間違いだけではなくて、それ以前の間違いですね。ダブルーループラーニングとか言われたり、ダブルーループ学習とか言われたりしますが、まあ、思い込みのところをちゃんと正していくというところが必要なのかなというふうに思います。なので、なぜ仮説検証が重要かというと、単に学び、 自分の仮説を補強する学びが得られるだけではなくて、まあ、自分の学習、学びの企画、一回覚えたことを忘れること、学んだことを忘れること、えっと、思い込みや信念をほぐして、新たな学びへの準備を行うような、まあ、そうしたところにも仮説検証って非常に大事なのかなと思っていて、まあ、仮説検証の結果っていうのは、まあ、基本的には思い込みや間違いを修正するきっかけともなってくれるので、ぜひですね、そのあたり、あの情報を無視せずですね、アンラーニングの機会だと思って使っていくといいのかなと思っています。 なので仮説検証の失敗っていうのは、あの正しい仮説だと、まあ、自分の仮説が正しいと検証できなかったというのが失敗というわけでは、まあ、実はなくて、えー、と学びとかアンラーンとかアンラーニングが少ない仮説検証が失敗であって、えー、その前後で仮説検証の前後で、まあ、変わってなければ、仮説とか自分の思い込みが変わってなければ基本的には失敗だと。 正しいことが分かったっていうのであれば、多少学びはあるとは思いますけれども、もしかしたらあの、それの検証する必要がなかったということもあるかもしれませんというところで、逆に言うと、学びが大きい仮説検証は、まあ、非常に良かった仮説検証なのかなというふうに思います。そういう意味で、仮説検証の成否は基本的には学習、学びと学習企画、アンラーニングの量で決まるというところを覚えておくと、えっと、仮説検証間違ってもいいやといいますかあの、そういう気持ちでのど臨めるんじゃないかなというふうに思っています。 でその得られた学習、学びと学習棄却で、最終的にはより良い意思決定ができるかどうかというところが、最終的な仮説の考え方になってくると思うので、仮説検証で会、まあ、うこと、正解を求めるだけではなくて、最終的にです、ね、意思決定ができるかどうかというところを判断軸に、まあ、学びをまずは判断軸にしつつ、最終的にはいい意思決定ができるかどうかというところをあの意識するといいのかなと思います。まあ、あの間違いっていうのを恐れずに仮説検証できるかなと思うので、そういうスタンスでいくといいのかなと思っています。 じゃあ実際にその方法ですね、に関して考えてみると、どういうことが行われるかというところです。まあ、いろんな仮説検証のやり方があるかなと思っています。特にビジネスにおいては、例えばサーベイとか分析ですね、まあ、調べることによって、一、えー、人でできる内容として、こんなことがありますと。あるいはあのインタビューとか観察とか議論とか、まあ、誰かが必要なあの仮説検証というのも効果的だと思います。で何か作ってみること、まあ、実験ですね。最後は実験で何か作ってみて、それを試してみるというところがあるかなと。 まずはサーベイとか分析ですが、まあ、多くの仮説ってまあ基本的にあの誰かがやっていることが多いです。まあ、皆さんも論文書くときに大体論文いろいろ読み込むと思うんですけれども、まあ、自分があの考えたようなあの仮説とか、あるいは疑問って大体答えられていることが多いので、まあ、調べればすぐ分かることは結構多いと。 資料調査もそうですし、競合調査もそうですし、あるいは分析という観点で、例えば解決策、そもそもこれって実現できないよねとか、技術的に実現できないよねとか、あるいは市場とかあるのかなっていうのをちょっと計算してみて、分析してみて、スタートアップ的な市場ではないなっていうのが分かるとか、なんか割とこの辺ちゃんとやると、それなりに仮説、最初、簡単に検証できるかなと思っています。 私が見てる中だと、やっぱり、なんでしょうね、ちゃんと Google 検索してない人も結構多くて、そういう意味だと、競合とかあまり知らないとか、競合が見つからないっていうことは、もしかしたらあのホワイトスペースといいますか、ホワイトスペース的な考え方もあるかもしれませんが、単にこうニーズがなくて、検索の後ろの方になっちゃってるとか、そ,そこに課題を持っている自分ですら知らない、知っていない、解決策を知っていないっていう時はまは、何かあのないのか、もしくは、 あるけどニーズがないのかみたいなところをちゃんと検索するというのが検索すると分かってくるかなと思います。まあ、Google 検索で大体いい10ページ目ぐらいまでちゃんと見ようというところは必要だなと思いますで。次にインタビューとか観察議論ですね、えに関してです。まあ、これはまあ誰か顧客インタビューとかもそうですし、専門家のインタビューとかをやって、誰かの意見を通して、まあ、仮説を検証していくというふうなところです。 あるいは観察もそうですし、あるいはチーム内とか知り合いを使った議論壁打ちみたいなところも大事かなと思います。この辺あたり、気軽に実験よりはまだ比較的手軽にできる内容なので、このあたりもあのまず分析とかして、分析といいますか、一人で仮説検証して、まあ、いけそうだなって思ったら誰か、まあ、インタビューとかして仮説検証していや、いよいよもうちょっと角度を高めていこうっていう時に実験してみるとか、まあ、そういうのがいいのかなと思っています。 インタビュー観察に関しては別のスライドのカスタムマニアになろうっていうスライドを用意してますのでそちらを参考にしてください。でそして実験です。まあ、何かを作る必要があるときなので、まあ、これに関しては学びが、まあ、多いことが多いこと,多いことがまあ比較的多いですがコストがかかります。本当に実験という手段しかないかっていうところを見極めてからやってみるといいのかなと思います。まあ、ただ、なんでしょうね、フェローズの皆さんとか ファンデックスのフェローズの皆さんとかに関しては、一、まあ、回実験のプロセスをやってみるといいのかなと思っているので、まあ、MVP とか作ってくださいねっていうのをお願いしています。はい。で、実験の立ち位置ですが、このような立ち位置になっています。で、やることとしてはまあ大体こんな感じですね。アイデアがあって、えっと、製品を作って、まあ、製品からデータを取って、そしてアイデアをブラッシュアップしていくと。 これは実際に私たちが目に見えている成果物だけの視点になります。実際の私たちの頭の中で行われ,ること行われていることは別といいますかあの、もうちょっと見えないところを見ていくと、このリーンスタートアップでよく使われているビルドメジャーランループになるのかなと思っています。アイデアがあって、ビルドという作業をして、そして製品ができて、メジャー、計測をして、データを取って、ランしていく。こういうサイクルが回っていくのかなと。 でリーンスタートアップだとこんな感じでですね、より早く構築、より早く測計測、より早く学習みたいな感じでいろいろとティップスが載ってたりしますが、まあ、基本的にはこの流れでやっていくというのが実験のまあ大きなあの流れになるのかなと思います。 実行時の流れは確かに BML ループなので BML ループと言っていますがあの実際にはあの計画の時には、ね、ラーンから始めて何を学びたいのかを特定してそこからじゃあどう測ればいいのかそしてそのためには何を作ればいいのかみたいな逆順で考えていくのが基本的には重要なポイントです。 で学びたいことをまず決めるというふうなところが重要です。計画の段階だと。ので、ラーンのコツというところですが、まあ、大体ですね、えーと、こんな感じで、今何を学べばいいのかっていうのを解像度高く、えー、高,高く把握しておくと、まあ、比較的こうシャープな、えー、ビルドができるのかなと思っています。暴、ま、爆、あ、とした、バクッとした学びたいことだと、なかなかですね、学びが深くならないといいますか、まあ、なんとなく検証はできるんだけど、なんとなくのまま終わっちゃうみたいなことが多いです。 なので、基本的には、その次の段階、意思決定のためには、今、どのような学びや情報が必要かというのを考えて、検証の計画を立てていく。学びが何、何の学びが必要かみたいなところですね。まあ、仮説が一般的な,あのなんか話になっている場合、例えば情報がないとか、えー、情報がうまく行き渡っていないとか、あるいはなんか、あのそうですね、えー、っと、 まあデザインが良くないとか、かそういう一般的な、なでしょうね、仮説とか学びの段階の場合は、かなりこう、解像度がまだ低いと思うので、えー、っとあまり良くないあの検証というか実験になりがちです。でちゃんとあの学びの解像度といいますか、何を学べば今一番えっとクリティカルなのかとか、いうのを考えてやっていくといいのかなと思っています。なので、基本的にこの実験で何を学びたいですかっていうふうな質問に、ちゃんと答えれないと、まだあの学びを考えきれてないというか、実験に進むにはまだ早いのかなっていう感じはします。 でこういうのがやっぱりなかなか曖昧だと検証とかもうまくいかないというか、まあ、なんとなく検証されたというふうな感じになってしまうので、えっとまあ、その後の意思決定が難しくなっちゃうというところがあります。なので、まあ、多くの人の学びの解像度が大体、こう、解像は浅めだと、まあ、私自身もそう思ってますけど、私自身の,の仮説の解像度とか、そういう時きは、一個立ち止まって、もうちょっと深くできないかなっていうのを少し考えて、何を学びたいかっていうところを考えてみるといいのかなと思っています。 この辺りに関しては解像度を高めるというふうなスライドを書いているので、そちらを参照してください。そして次はメジャーですね。えっと、メジャーのポイントですが、まあ、計測方法をちゃんと決めておくというところがまず大事ですというところと、あとですね、これはチームとかがいる場合、特に大事なんですけれども、目標設定をしておく。まあ、あのバーをとりあえず引いておく。ここまで達成すれば、あのまあ、検証されたと。 私たちの学びは達成されたと言えるよねっていうのを実験の前に事前に決めておくことが非常に大事です。例えば、あのこのマーケティング手段で1週間で100人登録したら、これの角度は十分だと判断するみたいなところを事前に決めておかないと、これって良かったの悪かったのっていう議論に後,に後でなっちゃって、申請が入ってきちゃうと。でも事前にこのバーを達成したら、えー、と学べたってことだよねとか、意思決定できるよねっていうのをちゃんと決めておくのが非常に大事です。 そしてそれをチームメンバーですね、ステークホルダー間でちゃんと決めておく。これを決めないで進めちゃうと、後でチームメンバーが納得しないとか、意見が割れるとか、なんかそういうのが出てきちゃいます。実験の前にここを決めておくのが非常に大事です。計測結果の解釈をチームでちゃんと事前で、事前に合意しておきましょうっていうのが、まあ一個ポイントですね。そのあたり、あとはどういうメトリックスが必要なのかっていうところは、メトリックスのスライドをあの検証あの参照いただければいいのかなと思っています。 まあ基本的には継続率ですね。か、まあ、ステキネスかエンゲージメントで測っていく。まあ、製品がある場合はですけれど。あとは顧客インタビューとかだと、やっぱ売上を上っを覚書きとかでもらえるかどうかみたいな。いうところをちゃんと参照、あの設定しておくといいのかなと思います。で、最後にビルドです。実際には最初にビルドを手を動かすところが多いんですが、計画だとビルドは最後です。でビルドのコツに関しては、まあ、極力作らなくてもいい方法を考えることです。 なので MVP ですね。ミニマルバイアルプロダクトを作っていく。そしてその作り方に関しては別途スライドを用意しているのでそちらをご覧ください。ただ、基本的にはスケールしないこと、手作業とかを含めたスケールしないことをして、特に価値検証を最初に行っていくことが大事かなと思っています。そのあたりのスケールしないことに関しては別のスケールしないことをしようというスライドを参照してください。 でこの BML ループをです、ね、素早く回していくというところが非常に大事で、まあ、うまく設計できたとしてもなかなかこう素早く回せないと学びって生まれないのでちゃんと設計した上でちゃんと実行を早くしていくそして10回に1回ぐらいあの成功するかなっていうつもりでこのループを回していくといいのかなと思っています。 1>, 1週間に1回しかループが回せないと、年に50回ぐらいしか回せません。ただ1年にあ、1日に1回ループ回せると、360回とか回せるので、えぜひですね、ここを1週間とかではなくて、いかに早く回せるかっていうところを意識しながらやってください、うんで。そこで速度が非常に大事ですというところですね。で、えっと、BML ループのミスに関して少しお話しさせていただくと、まあ、さっきランで言うと、学びたいことがはっ,はっきりしていないとか、メジャーで言うと、まあ、メジャーメントの方法を決めずに始めたとか、 測定のコストがかかりすぎてしまったとか、チームの件もありますが、測定の段取りが下手とか、いろいろあったりはします。で、ビルドのミスに関しては、あの後ほど少し話しますが、ビルドのサイズが大きすぎる、スコープが長すぎる場合とか、 あるいは複数の目的の MVP を作ってしまう。これもまあ,あの、うまくできればいいんですけれども、だいたい複数の目的でやっちゃうと、えっと、ばらけちゃうというか、す、ま、べ、あ、て揃うのが遠くなっちゃって、えっと、ループが回せないということもあるので、えっと、こちらに関しては気をつけたほうがいいかなと思っています。あとは、バイアブルですね。実用的であるかどうかっていうところを低く見積りすぎると、まあ、実験がうまくいかなかったりするというところがあります。顧客が特に関わる場合は。 でビルドに関してはですね、えっと、特にトレードオフに気をつけて実験といいますかあの、ビルドをしていくといいのかなと思っています。これがプロジェクトマネジメントでよく使われる鉄の三角形ですね。スコープ、時間、まあ、コストですで。この3つの変数があって、まあ、どれか上げるとどれかは下げなきゃいけないといいますか、えー、いうふうに言われます。例えば、制約条件、スコープにしたら、必要なものはすべて作り切るっていうふうな制約をしたら、お金の時間をどれだけ使ってもいいみたいないうふうになりがちですと。 あるいは制約条件をお金にしたら、えー、とスコープを変えたり、時間が伸びるみたいなところですね。まあ、ちっちゃく、あの作るものを少しちっちゃくしたり、まあ、時間的に長くしていくみたいなところ。そして、最後、時間を制約条件にした場合は、例えばスコープを変える、作るものを変えるか、まあ、お金を大量投入して何とかするかみたいなところになっちゃう。 それぞれやはりですね、どれが一番希少なリソースかっていうのを考えて、設定していくといいのかなと思っていて、最も重要なものを制約条件にするっていうところですね。スタートアップは基本的には時間が大事です。時間が最も重要な制約条件になって、その時間を制約条件にした上で、じゃあどうやっていきましょうっていうのを考えるべきかなと思います。1日とか1週間とかで作るみたいな、そういうのを時間制約をつけて、その中で作れるものは何だろうとかいうのを考えると。 あるいはそのコストですね。次にコストです。リンスタートアップって無駄,の無駄のないとか税肉のないっていう意味でのリンですけれども、よくよくリンスタートアップってコストの問題だと。コストを安く検証する方法だなんていう誤解があったりしますが、リンスタートアップは基本的に時間ですね。時間を制約条件にしたあの考え方です。速さの制約条件にしていますで。ただ次にコストがきますと。で、コストは安くできないかっていうのを考えてみる。そして最後はスコープですね。 スコープをできるだけ可変にするといいますか、最も可変にするのがスコープなので、えー、基本的にはスタートアップの検証とか実験を考えるときには、最大限の学びを得られる、まあ、あるいはアンランできる最小限の時間とコストで作れるスコープ、最初のスコープは何なのかっていうのを考えるべきだと。最大の学びと学び、学びを得られる最初のスコープは何なのかというところですね。 で学びの量とか質とか、あとスコープでこういう軸を取ってみると、例えばフルスペックの製品を作るっていうのは、スコープ非常に大きめですね。で、学びの量の質は確かに大きいかもしれないと。ただ、もしかしたら製品を作る前に売るっていうことをしたら、えっと、売れるかどうかという学びに関しては、もしかしたらあの把握できるかもしれませんと。まあ、そのお客さんが買ってくれるっていうことは、あのまあ、作らなくても、作る前に買ってくれるのであれば、スコープっていうかあの、作らなくてもいいのですごい努力とか必要ないですよねと。 でもちろんフルスペックの製品があった方が、えっと、いろいろな学びは多いかもしれませんけれども、コストが低いやり方で、ささっとやっちゃって、そして学びを得てしまうというのが一つの手だと思います。よくよくあるのが、ですねこういう長い目のスコープのやつって、えっと、計画が狂うことがいっぱいあるので、大体いいフルスペックの製品を作ろうとしたものの、まあ、右下の方ですね、えっと、スコープ、最終的に努力がすごい必要になって、時間も伸びて、そして、えっと、そもそも物も作れなくて、学びも少ないみたいなことになってしまいます。 なので、えっと、これはやはりこうビジネスの世界とかが、まああの、学びの世界とは少し違う、学びも、まあ、あの似たようなところがあるかもしれませんが、まあ、努力の量と学びの量はなかなか比例するとは限らないので、それをうまくやっていくのが非常に大事ですと。まあ、自分の持てるリソースを鑑みて、えっと、最初のスコープをやってで、その最初のスコープの中でも特に学びが大きいスコープは何だろうっていうのをちゃんと考えていく。 そして、スコープに関しては、お金とかは時間があれば長くできます。もちろん。あのこの開発者とかお金があれば、大きなスコープでえっといろんなものを作って検証するというのもできると思いますし、お金がないけれども、開発者がいるっていう場合は、一気に作っちゃうってことができますと。まあ、資金調達すれば、さらにスコープを伸ばせるかもしれません。でお金はないあるけど、開発者少ないとか、開発リソースがないっていう場合は、もしかしたら開発者があの加わると大きくなるかもしれません。 ただ多くの場合は基本的にはこれですね、えーと。お金も開発者もないというふうな状況なので、まあ、いかにこう、スコープを工夫して、最初の実績を作って、その実績をレバレッジにかけてお金とか開発者を引,きあの引いてくるか、みたいなところがすごく大事なのかなと思っています。で、こういうなんかスコープの設定の仕方っていうのはなかなか最初難しいですね、えー、と思うので、そこのあたりは周りに聞くのも一つの手かなと思います。 まあ基本的にはスケールしないことをするっていうのをお勧めしていますが、まあ、それもなかなかコツが分からないと考えきれないと思うので、そのあたりは周りに行くのも一つだと思いますで。どういうことを学びたいのかっていうのを考えた上えで、まあ、そもそもどういうことを学びたいのかっていうのがぼんやりしているケースもあるので、まあ、その辺も含めて相談するっていうのが一つの手かなと思います。まあ、あのフェローズだと基本的には顧客の課題の仮説を検証した方がいい、そのためにはスケールしないことをして、MVP 作ってみてくださいみたいな感じでなるのかなと思っています。 でまあ、こういう実験を回し続けるというところがポイントです。では、最後の方に行きます。仮説検証のコツですね、えっと。基本的にこの4つのコツを考えながら進めていくといいのかなと思っています。まずは仮説を反証するというところです、えっと。自分の仮説が正しいことを検証するのではなくて、基本的には仮説検証は自分の仮説が間違っていることを検証するというふうな態度で臨んだ方がいいのかなというふうに思います。 なかなか難しいことですけれども基本的にはその正しさの検証っていうふうにしちゃうと自分に都合のいいデータだけを集めてくちゃうというふうなことがあるのでそこをなんでしょうね戒めるためにも基本的には仮説の誤りの検証をして仮説をより良くしていくために今検証をやってるんだっていうふうなことを考えながらやっていくといいのかなというふうに思います。 本当に多くの人は自分の仮説と恋に落ちちゃうというか、人目惚れしてすぐに作りたくなっちゃうみたいな、いうところがあるんですけまど、まあ、その点、その分なんか悪いところが見えなくなっちゃって、えー、っとその悪いところが見えないまま結婚とか。 その仮説と結婚とかしちゃうとなかなかこう多くの時間とお金を使っちゃってあ、えー、と後で引き戻れないみたいな感じになっちゃったりするので、まあ、基本的にはその前に実験といいますか検証して、まあ、自分の正しさを検証するのではなくって、まあ、相手の悪い面とかを見て、まあ、それでもこの人と一緒になれるんだみたいな感じのことを学んでいくとかあるいはこの人のことその人のことをもっと学んでいくよく知っていくっていうふうなことが大事だ思うなと。 本当にこの仮説検証の目的は勝つことではなくて学ぶことであることを忘れないでおくと、まあ、いろんなうまく仮説検証が回っていくのかなというふうに思います。まあ、自分の間違いが分かるということはもっと賢くなれることなので、えっと、ぜひ、そんな辺はポジ,ポジティブに捉えるといいのかなと思います。あとは仮説のに負荷をちゃんとかけれるかどうかというところですね。仮説に負荷をあのきちんとかけれないとなかなか確からしさ、角度は上がっていきません。 まあ本当に仮説の負荷が低いときとかですね、課題の仮説とか、まあみんな欲しいと言ってます、みんなまあいいねって言ってくれますっていうのは、まあ確かにあの仮説の角度は上がるんですけれども、あまり負荷の高いあの問いかけではないと。まあ、そういうときには負荷をかけてあ、じゃあ買ってください。欲しいって言ってくれましたよね、買ってくださいっていうふうに負荷仮説に負荷をかけてみると、まあ、その仮説の確かしさが上がるというふうになりますので、この辺の負荷をかけてみるっていうのが非常に大事かなと思います。あの、 仮説が好きなので、仮説のことを否定してほしくなくて、柔らかいあの負荷しかかけないケースも結構ありますが、仮説を良くしていくっていうのは、ある意味、進化をさせていく、トータルをかけるみたいな感じのイメージですることなので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、この,あの先人、あのなんかライオンが谷に子供を突き落とすように、仮説をまあ少しですね、えー、っと厳しい環境に置いてみると、まあ、いい仮説になっていくのかもしれませんと。でまあ、そういう仮説の進化を促していく。 ただ、その分ですね、えっと、かなり仮説の母評といいますか、いっぱい仮説があの否定されることも多いですで。スタートアップの仮説なんかは特にですね、えっと、失敗することが多いので、まあ、その分厳しいんですけれども、本当に当たったときには、その仮説の角度が高くて、学びが大きいというふうになるのかなと思います。なので、仮説に、まあ,あ、恋に落ちずに仮説にちゃんと負荷をかけていく。そして、一個一個の仮説検証で勝つというところではなくて、最終的にいい仮説を持って、いい勝利を得るというのが重要です。 そして3つ目ですね、必要な検証の程度を見極めるというところが大事で、まあ、仮説の角度がどこまで程度、どこの程度必要かというところは状況によって異なります。40%ぐらいの角度があったら次に行ってもいいんじゃないという時もあれば70、70%ぐらい必要なんじゃない,なんじゃないみたいな時もあったりしますと。 でジェフ・ベゾスなんかはまあ意思決定に関して、情報の70%で程度で行われるべきですなんて言ってたりしますが、まあ、意思決定のためには確かに100%の角度は必要ないんですよね。ある程度リスクを負って、早めにやっちゃうっていうのも一つの手です。なので、どれぐらいの角度があれば、次に進めるかっていうのをちょっと考えた上えで、そして意思決定につなげていくと。 いう,ふうなところですねもちろん角度が高いとリスクが減りますけれども、まあ、リスクが高くても次のステップに進んだ方が最終的なビジネスとしては成り立つんじゃないかってときにはあの、まだ角度が低い状況でも次の仮説に行くというのはありかなと思います。でただまあ5%だと次に行くのは早すぎるかもしれませんので、まあ、大体40%ぐらいまでコストが低い間で、えっと、最大限の確からしさに至れるようなものでやっていくといいのかなと思います。 仮説継承の天秤といいますか、基本的にはコストをかければかけるほど角度は上がっていきますが、それも時間がかかっちゃうので、どっちが大事かというのを考えながらやっていくと。でただ、角度が低すぎると、その後無駄になってしまうコストも多いので、そことの兼ね合いを考えながら、例えばです、ね、時間の無駄とか、お金の無駄とか、人の無駄ですね仮説、角度が低い状態の仮説に別途すると、こういう無駄がいろいろ起こっちゃうので、こういうのがないように、えー、と角度をちょっと,、えー、と調整しながらやっていくといいかなと。 ただ、初回の企業家は割と自分の仮説の角度を甘く見積もりがちなので、このあたりは気をつけておいた方がいいのかなと思いますし、それに継承せずに今すぐやるっていうふうなあの、やらなければいけないっていう場合、そういう競争環境に置かれている場合って、初期のスタートアップはそこまで多くないので、まあ、ちゃんとあの時間ある程度かけて仮説検証してからやるといいのかなと思います。 あとは最後に検証時間を最小化するというところですが、あのこの見恥の式といいますか、速さの式とかですね、皆さん小学校とかで学んだと思いますが、まあ、これさっきのスコープとかで言うと、まあ、スコープが道のりで、速さが実行速度なので、で時間が一番あの制約条件。 なので、いかにこの道のり、スコープを最小化して実行速度を上げるかっていうのが大事です。本当にこのスコープの最小,最小化と実行速度の最大化によって、えー、早く大きな学びが得られるんじゃないかなと思いますので、こちらに関して、まあ、学びが最大限になるようなスコープの最小化をして、それを早く回していく。これが仮説検証のコツになるのかなと思います。ということで、まとめですね。仮説検証力っていうのは、ごあの冒頭申し上げました通り、基本的には学びとアンラーニングのためにあります。それを最速で行っていくためにあります。 これが目的で、そして速さが大事。そして最速にするためのコツとして、スコープ、設計が必要です。というふうなことを言っています。このポイントを押さえながら、ぜひ仮説検証をして、学びを得て、そして意思決定につなげていってください。はい、ということで、仮説検証で意識するというということをまとめた上で、さらなる文献として、いくつかの文献を挙げていますので、ぜひこのあたりも見てみていただけると幸いです。 えっと、では、ここで一旦録画を止めて、FoundX の皆さんのための Q&A のセッションに入りたいと思います。